怖い。へぇ、バイブレーション。あ、あずさちゃん、かわいい。ビデオ通話？あずさちゃんだ。私がいないことに気づいてかけてきてくれたのかな。お、そうかな。もしもし、あ、すごい、ちゃんと通話っぽいね。ミオ、よかった、つながった。ミオ、今どこ？1階の廊下だよ。ごめんね、2人から勝手に離れちゃってどっちかって言ったら置いてかれた方だと思うんですが。今2階に向かってるところだよ。そうなの？よかった。ごほう？ん？あ、そうだ、1階で気になるものを見つけたんだちょっと胸の谷間が気になっちゃうんだけども、あずさちゃんの。なんだか不気味な着ぐるみでね。ちょっとミオ、やめてよ。どうしたの、あずさちゃん、さっきから変だよ。ナナちゃんは？動けなくなっちゃったなんかほっぺをあからめているけれども、おや？怪我しちゃった？大丈夫？そうじゃなくて、足がすくんで可愛いんですけど。もしかして本当に幽霊が？違うの、そうじゃなくてナナがどんどん進んでいくから。置いてかれちゃったの？その置いてかれちゃって。いや、だって動画撮ってるんじゃなかったのナナちゃん一人で行っちゃって大丈夫なの？撮れ高は大丈夫？あずさちゃん怖がりだったんだ。可愛い、ギャップ萌え電話はナナちゃんにかけた？かけたんだけど出なくて。おほ、あずさちゃん、どうした？ごめん、なんでもない、ちょっと虫がいただけ。いや、虫はもう発狂ですそっか、勘弁してください。あずさちゃん、2階のどのあたり？ここらへん？わからないけど、多分まだ廊下だと思う。わかった、とりあえず向かうから、あずさちゃんは動かないでそこでじっと。え、ノイズ怖い。なに？あ、明かりが。あ、電気。へぇ、やばい、やばい、豚来た、やばい、豚が来た。あずさちゃん、ねえ、ミオってやめてください、やめてください。あ、いないです。ううん、私一人。じゃあ今一瞬明かりがついた時に後ろにいたのは誰？え、ちょっと待って、追われる系もしかして？ちょっとあずさちゃん、やめてよ、怖がらせないでよ。いる？ほら誰もいないってこれは振り向くの怖い。でも今確かにやめて、そのなんか瞳孔を狭くするのやめて。やっぱり何かいるって。怖い、落ち着いて、あずさちゃん。やめてやめて、ちょっと海外のホラータッチのやつ。ちょっと死んだ。ちょっと、ちょっといきなりは口開けてる。着ぐるみがちょっと待って、手が気持ち悪いんだよな。なんか豚さんなのにちゃんと指5本あるところが。ちょっと着ぐるみから逃げよう。はい、あ、走れるよ。どうやって逃げる？あ、そっち行ける。ちょっと部屋に入る。あ、こうやって入る。ちょっと隠れられそう。今見つかってない今見つかってない。おや、豚さんは空気を読む豚さんかな。じゃあ、パンツ見えてる。パンツにすごい書き込まれている。静かに。もういいかな。出てみる。
中に普通。やばい、結構怖い。早いんだけど結構。電話は切れてる。あ、あずさちゃん。何だったの今の。ちょっと今何にも分かんないまま進んできたんだけど、今何個登った？1個だけ階段だよね。なんで刃物も、どうして？ナタを持っていましたね。とにかく早くあずさちゃんと合流しないと。いや、私なら一人で脱出をもう試みるけどね。とりあえずちょっと待った。この部屋を出てもさっきの着ぐるみがいませんよ。それフラグ。あ、出ちゃう。あれ、開かない。鍵がかかってる。失礼、ちょっとセーブしたい。そんな、いつでもセーブできるシステムが良かったです。さっき私、怖いです。このドアから入ってきたのに。嘘。他に出口はないよね。ドアなんて一部屋に何個もあるわけないし。鍵は何これ、緑色のカバーがついてて開けられない。何かこれを外せるものがあれば。じゃあドライバーですね。あ、謎解き系かな、これね。プラスチックの蓋が邪魔をしていて鍵を回せない。ふんふん。 A が調査、 Y が道具。今持ってない。これ入れるドア？入れる。あ、隠れるってことね。今は大丈夫だよね。ここトイレだね。これは？あ、できない。てかこれ完璧にさ、あれじゃない？ラブホテルのお金払うやつじゃないの？なんか田舎にありがちな、あのシュポンって吸い込まれるやつ。知ってる？みんな知ってる？あれ、なんか、なんだっけ、これなんて言うんだっけ、エアシューターだっけ。ここの中になんか入れ物みたいのがあって、なんかそれにお金入れるとフロントまで吸われてくんだよね、シュルンって。でお釣りもここに返ってくるみたいな。まあ高場は詳しくないんですけどね。さて、 お風呂。わ、なんでここ、なんでここのアップなの。排水口の中に何かが入っている。しかし素手では蓋を外すことができなさそうだ。そう、素手で外せないなんてお掃除大変そう。ここ、ここ。ここ指。ダメ。待て待て。怖い。えい！えい！怖がらせてくる。あ、電話。留守番電話サービスに接続します。あ、やった。お部屋でもできる。どうしようか。設置を分けていくか、じゃあ。はい。メッセージをお預かりしました。何個できる ?10 個。じゃあ、ちょいちょい分けながらいくか。これは？父の手記。娘の様子を手に入れた。お父さん、なんでラボホ来てんの？娘の様子があの日からおかしい。気がつくと何もないところを眺めながら楽しそうに話している。突然こちらを振り返り、見たこともない顔で笑いかけてくることもある。失礼。やっぱり原因はあの日。ここから後の文字は途切れて読めない。ほほ。もうちょっと書いてありそうな感じだけど。これ？あ、こうやって移動できる。これは？あ、ハンガー。懐かしいハンガーだね。もう閉められない？あ、閉められる。こういうとこは。これは？あ、ハサミ。立ちバサミだ。年季の入ったやつだね。おお、これは？あれ、これアダルティーなやつじゃないの？ジュースとか入ってるやつじゃない？他に何が入ってるとは言わないけれども。これ絵がなんだろうな。なんか若干これミッキーマウスっぽくない？キャラクターグッズ。若干なんか形が怪しいように見えますが、
これだけかな。もう設備が完璧にそうだもんね。これ電話だもんね。あとは、でもハテナ出てる時ってどこかしらにあるってことかな。ちょっと待って、お風呂でこれ道具、ハンガー、あ、それやった、これで開けられそう。指でいけそうだけど、その何のためのその一番奥のところの引っ掛ける部分、あ、でももっと細いのかな。うぃー、何ひエロい、どうしよう、怖い、エロい、怖いけどエロい。髪の毛、やば、死んじゃう、気持ち悪い、首にまで、あ、首絞めるのやめてください。早く、早く、なんとかしないと、やばい、なんとかしないと、ちょ、なんとかしないと、触れる、髪の毛が胸に食い込んできて苦しい、え、ほんと今取ってあげるから、先ほどよりももっと食い込んでくるようになった。ちょっと待って、首のとこも大丈夫、首は触れない、しかし胸は触れる、息ができない、太ももは排水口から伸びている髪の毛を何かで切れないだろうか。もっと直接的なヒントを与えてきた。いや、まだ気づかないですよ、私はまだ気づかないですよ。お、死んだりはしないかな、大丈夫、息ができない息ができない、かわいそう。ここはでも触れない、触れる、どうしよう、どうしよう、どうしよう、でも気になるから、どう、あ、絡まれた時に尻をしたたかに、したたかだっけに打ったようで痛いあ、お尻痛い、大丈夫、太ももに巻きつく髪の毛が気持ち悪い、風呂場のタイルで冷えてきている、早くなんとかしなければ特にあの死んじゃったりはしないのかな、足先でどうにかできそうにはない。よし、じゃあもう使おう、あ、大丈夫、髪の毛がまとわりついてくる、苦しさが増した気が、あ、これ死んじゃったりするのか、赤くなってるねでもどうなるか見たい気もするんだよね一回どうなるかやってみていい？息ができない。ちょっと連打で時間制？それとも何回か調べたら発展する？死ぬのかどうかだけ調べたい。ないか。あ、気持ち悪い上にくすぐったい。どうやって逃げればいいんだろう。かわいそうだけど、最初死なないようにできてるかな。よし、じゃあやってあげよう。死ななそうだね。大丈夫そう。じゃあもうこれでしょ。え、使えない？あ、手に持たせてあげる。すごい、ちゃんと持った。立ちバサミを手に取った。これで髪の毛が切れそうだ。頑張れ、限界が近い、早くなんとかしないと。あ、限界ある、時間制かな、切っちゃう、うん、かわいそうちょっとリョナ的要素が、時間制、ごめん、なんかちょっと待ってみたくなっちゃった。ダメハサミをもう構えて、答えは出ているのに、かわいそうだからやってあげるか。え、ちょちょ、どうやって使うのこれ。いいよ、そのハサミ使っていいよ。あ、切った、いいよ、髪の毛を切った。しかしまだ逃げ出せそうにない。
もちょっと音フェチ要素ある。髪の毛切る。はいよ。切れた。助かりました。これあれかな、あんまり遅いと評価が下がってバッドエンドみたいなことかな。ごめんね。もう動いてない。まあ、次からはサクサクとっか。じゃあかわいそうだから。あ、ごめん、飛ばしちゃった声を。一体何なのこのホテル。いやもうこのホテルどころの話じゃないよね。早く逃げよう。ひー、あ、ドライバーくれた。ちょっとどんだけ抜け毛ひどいの。抜け毛ひどいからちょっとあれリアップしないと。大変、こんなに排水口が詰まっちゃって。もうないね、セーブするか。すぐセーブ。留守番電話サービスに接続します。一番上でいい。あ、ここ205だね。おーぱー、上書きということかな。メッセージをお預かりしました。はい、ありがとうございます。あんまりずらしていくと最初のやつ消えちゃったりするから、ここは入るところでしょ。これプラスドライバー早い。開いたけど。ほほー、よかった、やっと出れた。基本的にみおちゃんがあれかね。あの主人公っていうか。さっきの着ぐるみはもういないよね。いや、いるんじゃないか。よかった。これなら2階のどこかにいるはずのあずさちゃんを探すことができそう。205ってことはここ2階だよね。はいよ。いや今の騒ぎでもう近くにいたら気づくのでは。でもあずさちゃんどこに行ったのかな。見たところ部屋がいくつもあるみたいだし。結構部屋ありそうだ。電話で確認するしかないか。その205号室の中で電話した方がよくない？安全そうだから。怖い。あ、出た。ミオ、本当にミオ、ちょっとお茶を飲みます。無事なの？あずさちゃん、うん、なんとか逃げ切れたみたい。あずさちゃんは大丈夫？大丈夫じゃないよ。何なのよさっきの。さっきの見てただけの方も怖いよね。もう無理だよこんなところ。泣いてるとこ可愛い。あの化け物はどこ行ったの？わからない。それってまだどこかうろついてるかもしれないってこと。危険すぎるから早く逃げよう。てか、ナナちゃんはどこ行ったの？もういや。ナナちゃんとはあれからも連絡は取れない？ミオちゃん結構冷静なタイプだよね。出ない。何度も電話してるんだよ。そっか、とりあえずこのまま3人バラバラなのは良くないよね。私たちだけでも早く合流しよう。どこにいる？私今2階にいるんだけど、あずさちゃん今どこにいる？わかんない。さっきは廊下っぽいところにいたんだけど。動いちゃった？ミオの後ろに何か映った時怖くなって近くの部屋に入っちゃった。部屋？近くの部屋ってことは3階に上がったりはしてないよね。じゃあ同じ階にいるね。うん、よかった。今着ぐるみはいないみたいだし、ちょっとだけ扉開けてみてくれないかな。怖い。お願い、あずさちゃん、目印が欲しいの。あずさちゃん危ない目に遭っちゃうんじゃ。少しドアを開けてくれるだけでいいから。わかった。でもすぐに見つけてね。はいよ。うん、任せて。てかさっきの髪の毛のこととか言った方がよくない？あ、でも怖がらせちゃうかな。なんで今一瞬胸に寄ったの？あれ、あずさちゃん、嘘。あ、開かない？嘘でしょ、なんでよ。
どんどんしてる音でどこかわかんないかな。あずさちゃん落ち着いて、どうしたの？開かないの。なんで入ってきたドアが押しても引いても開かないのよ。謎解き部屋かな。これ閉じ込められてる。私こんなとこで、いやそんなの嫌。待ってて、今行くから。大丈夫だから落ち着いて。あずさちゃん、あずさ落ち着いて。部屋に閉じ込められたということはエロのチャンスなんだよ。なのに冷静に考えて。もしかしてやめて、そのちょっとやんだ目やめて、怖いから。あずさちゃん、ごめん。しっかりして。うん、こっちこそ大声出してごめんなさい。そうだ、ドアに鍵はついてない？鍵？うん。どう？鍵なんてかかってない。かかってない。ノブは回るんだけど、押しても引いてもビクともしないの。そっか。入り口を何かに塞がれているのかな。ということは塞がれてる。それが逆に目印になるかも。外から塞がれたのかな。そういえばあの時どうかした？私さっき電話してた時、階段の方から誰か来ないかなって見える位置で待ってたんだ。階段の方から誰か来ないかな。驚いてそのまま壁際すぐの部屋に入ったから。階段の近く、角部屋。ここ2階の角部屋だと思う。205じゃないってことは突き当たりかな。1ってこと。あ、わかった、すぐに行くから絶対そこで動かないで待っててね。待っててくれたまえ、待っててくれたまえだが、ちょっと待って、今何持ってる。ほー、ちょっと待った。あ、そっか、2階のは持ってないんだね。あ、鍵が閉まってる。あの上の赤いマークなんだ。入れないってこと。怖いぜ怖いぜ。鏡あるの怖いね。これかな。いや違う。あ、207号室と書かれている。これは、あ、結構あるね。208でも入れない。これはホテル2階のフロアマップを撮影した。あ、フロアマップ手に入った。あー、折り返してくるのか。左から上行って角部屋ってことは、階段が見えるところで角部屋入った。203ってこと、それとも4ってこと。いや、すぐのとこ入ったからスタッフルームか203ってことだ。はいよ。やばい。ちょっと入れない。ちょっとすぐ来る、すぐ来る。ここは、あ、リネン室。ちょ出たり入ったりしない、出たり入ったりしない。なんかない、なんかない。ちょっとちょっとやられる。あ、すぐ戻すぐ戻ってきた。で、私今葛藤処理とかしてないですよ。今自動で多分戻ってきた。やばい、こっから。あ、でもすぐかな。多分会話は飛ばせると思うから。ほほ、今リネン室に入るべきではなかったということ。よかった。あ、これの時にこのスキップが来ます。それでマップ忘れずに取ろう。だって一撃死だから。これ取って、はいよ。ちょっと待って、今やつが来たから、スタッフルームがさっきリネン室だったかな。でもいなかったから203行ってみるか。
れ今度来ないね。あ、ここやっぱり。え、どうしたのミオ。多分この部屋だと思うんだけど。あ、そこ。ドアが瓦礫で埋まっちゃってて外からも開けられなくなってる。そんな、どうして。入るときはそんなのなかったわよ。あ、さっき追われてたからイベント出なかったのか。廃墟だから、あずさちゃんが部屋に入った拍子にどこかが崩れたのかもしれない。そんな音聞こえなかったのに。これどうにかできないかな。少しずつ崩したりとか。崩す。あ、危ないからやめなよ。なんで一瞬胸に寄るの。ミオ、大丈夫。大丈夫。びっくりした。やっぱり危ないって。ミオが怪我したら元も子もないから。うん、他の方法を考えないとダメかな。あずさちゃん、そっちに何かないかな。部屋から抜け出せそうな場所とか。窓とかは。あ、窓は。窓を伝って隣の部屋に行けば。もう窓から出られるならもうそのまま外出たいよね。この部屋窓はないみたい。息苦しい。それにさっきちょっとだけ覗いたんだけど、部屋の中が壁一面鏡張りで奥に行くのが鏡張り。泣いちゃう。もうダメだよ、きっとこのままここで死なんだ。大丈夫大丈夫。大丈夫だって。とにかく隣の部屋から入れないか試してみるね。まだエロが起こる前に死ぬわけがないから。ちゃんとエロいサービスあるから大丈夫だから。どっかから入れる。廃墟だし隣の部屋に入れさえすれば。ほほ。もしかしたら脆くなってて崩せる壁があるかもしれない。ここいくつ。202。これは。あ、201。あ、角部屋ってやっぱこっち。201202。あ、でもここ入れない。あ、理念室。ちょちょ、入ったり出たりしちゃう。電気つく？電気はつきそうにない。これは？棚の中にはいろいろなものが雑然と置かれている。これは？棚の中には一緒。なんかな、あ、窓は固く閉ざされていて開くことはできなさそうだ。これは？あ、ハンマーを手に入れた。ハンマーね。ちょっとセーブしたいんだけど。非常にセーブしたいんですけど。非常にセーブしたいんですが。ちょ待って。これ203。204。ここ入れる。え？音が聞こえたら。え、今聞こえたよね。え、今聞こえたよね、カラカラカラって。気のせい？気のせい？ちょっと、あの、電話ないですか？電話ないですか？父の式、娘が持ってきた箱入りの人形を手に入れた。娘が箱に入った人形のようなものをどっかから持って帰ってきた。この人形、切れてきているようなのだが、大変気味が悪い。どっから持ってきたのだろう。切れてきた人形。これ。ある？ない。ない。ここ同じ作りだね。
特にない。あ、テレビ。つく。電源を押してみたがテレビはつかない。ほほう。特にない。待て待て。ハテナ出てるけど、あ、これのことか。あ、馬。メリーゴーラウンドの馬のような銅像が置かれている。どのように使っていたのだろう。ちょっとプリズンプリンセス思い出したけれども。またがる系ですか。特に入ってないんだよな。